トラマンチャンネル。放送席。放送席。それでは勝ちました。タイガース岡田監督です。おめでとうございます。ます<も>昨日の試合であの吹っ切れたと思うという話もありましたが。そ,その通りになりましたね。もう。まあ、この初めてですね。こんなゲームはね。はい、本当にこう。 コー知に素晴らしいゲームだったと思いますがまずは攻撃面振り返って11安打7得点いかかがでしょうか、ええ、いやいや、昨日ね、まあ2桁いったんで、まあ、吹っ切れたというのはね、まあ一、まあ、人一人がね、もヒット出ればねこつながり出てくると思うんですけどまあ今日はまあホームランもありつ、ね、なぎもありって本当いいい攻撃だったと思いますね、はい、ホームランというところでは大山選手に第1号が出ました。ええいやもう まあ、出ますよ、いずれ出ますよ、やっぱり、えーまあ、それはちょっとね、遅かっただけで、えー、あのご覧になっていて、出そうな雰囲気などもあったんでしょうかいやありましたね、はい、あのフリーバッティングも見ててもね。はい、3アン打ですから、また乗っていけそうですね、そう、うもう本人が一番こうね気持ち的にも吹き切れてね、ね明日からも、ね、もっと楽に打席立てるんじゃないですかね、はい、森下選手も第4号という本ーなんンですあはいいかがですか。 いや,いや、二点取ってね、ずっとまあ二点がついてたんでね、まあベンチでわあ三点目入った憂鬱なんですよだからね。<laughs> それから青柳投手が今シーズン初勝利でしたが。ええ <laughs>、いやいや、まみ、あ、ちょっとね、あのあのまあ勝てるっていうかね、そのいいとこね、別に悪い投技じゃなかったんですけどね、まあ打点との兼ね合いもあったし、まあ今日はまあね序盤でやっぱり点取ったんでね、結構楽に。 まあ球数ちょっと今日は多かったんでね、まあ、あの回で買えましたけどね、まあ、点数もあ,ったし、はい、あの三振も7つありましたけれども、ボールの勢いなどはどのようにいやいや、あのー、ストレートも、ね、あの走ってたと思うし、ボールの切れはあの全然大丈夫と思います、ねはい、それから門別投手が非常に魅力的なボールを投げているように見えましたが、いかがでしたいやいや、あのー、こいう人初めてなんですよね、投げるのね、だから、こういう点,、まあ、点差っていうか、7点になったからな、ね、しに、最初からね、もう、えー、5回か、あの辺でもうね、 9回は別でいこうともブ、まあ、ルペンにも言ってましたけど、ねはい、あのしばらくは中継ぎでというイメージですすかそうですね、まあ、なかなかちょっと、ね、先発頑張っていると、まあ、でも、ねまあ、いずれは、ね、そういう形で先発になると思いますけどね。は,い、明日は大竹投手とそれから中日は大野雄大投手というとことになります、えー、明日すに向けて大竹はこの間、ね、名古屋でちょっと、ね、あのやられた部分があるんで。 まあ、明日はね。まあ、あのやってくれると思うし。まあ、打線の方もね。今日みたいに早く点取ってくれればね。大谷も楽に投げれると思うんで。で、はい、はい。ありがとうございました。タイガース岡田監督でした。